やん。古くないです。現在の建物は19世紀にネオクラシックスタイルに作られました。ネオクラシックけれども、国の一番古いカトリック教会もこの現代教会のところに作られました。教会の建設は1856年に終わりました。8本の柱の高さは22メートルです。コリントスタイルの柱はギリシャのコリントスという町によって、名付けられました。あと、この丘の両側に大きな建物、ここからもちょっと、見えます。この方は、社会主義時代にロシア軍隊の兵舎となりましたけれども、15年前に大政変化以来、ハンガリーは聖母マリアの国とも呼ばれています。彼女はハンガリーのシンボル的な女王となりました。ですから聖母マリアはハンガリーによくハンガリーの王様の王冠で戴冠しています。ここにも聖母マリアはハンガリーの王様の王冠で戴冠しています。この町の名前はエステルゴム、エステルゴムという町です。昔この町がハンガリーの首都でした。11世紀から13世紀までこの町はハンガリーの首都でした。ですから国の一番古いお城、国の一番古いカトリック教会もこの町に作られました。現在の教会は古くないですけれども、現在教会のところにハンガリーの一番最初のカトリック教会が作られました。そして最初の王様イシュトヴァン1世、彼はこの古い教会の中で戴冠されました。1241年にモンゴル軍隊によって国の全体は破壊されました。モンゴル軍隊は石造りのお城が占領できなかったんですけれども、13世紀の初めにハンガリーのお城、そして他の建物のほとんども木材で作った建物でした。王様のお城だけ石造りの建物でした。この教会のそばに昔ハンガリーの一番古いお城、石造りの建物でした。このお城はモンゴル軍隊によって占領できなかったんですけれども、町は破壊されました。ですからモンゴル軍隊の撤退後、新しい首都の建設は現在首都のところに、ブダペストのところに始まりました。13世紀の後、モンゴル軍隊の撤退後、この町は、ハンガリーのカトリック教の中心地となりました。ですから、ハンガリーの一番大きいカトリック教会、ここに作られました。今でもハンガリーのスーキ教はこの町に住んでいます。教の桟橋のそばにこの大きい建物がハンガリーのスーキ教の宮殿です。3番目大きいカトリック教会は昨日見ましたブダペストの聖イシュトヴァン大聖堂です。大きい祭壇絵画はヨーロッパの一番大きい祭壇絵画です。これは有名なティツィアーノの絵画のコピーです。ティツィアーノの絵画はベニスのフラーリという教会の中に見えますけれども、この絵画もイタリア出身の画家によって作られました。ミケランジェロ・グリゴレッティという画家によって、有名なミケランジェロではない他の名前だけ見ています。両側に見えている祭壇絵画もミケランジェロ・グリゴレッティという画家によって作られました。左にキリストの絵画、右側に聖母マリア、パイプオルガンはとても大きいです。このパイプオルガンはハンガリーの一番大きなパイプオルガン、新しいです。戦後を作ったものです。戦争の時に古いパイプオルガンが破壊されました。この教会の小さい礼拝堂は今でも古い建物です。
大きい建物は19世紀のもの、礼拝堂は16世紀の初めだけ、石造りの建物でした。今回のそばは昔、ハンガリの一番古いお城、石造りの建物でした。大理石です。昔、ハンガリーにも大理石がありました。サイドはイタリアにも、コーナーの中には大理石がありました。トルコ人によって占領された、この礼拝堂もトルコ人によって占領されました。そしてトルコ人のモスクとなりました。ですから、サイドライドはイタリアのコーナーという大理石で、上の像は今でもトルコ占領したものです。だけども、下に両側に見えている像が、今回中間層の様子を見えています。下に左に、ハンガリーの三章の王様、イストバニスティが見えています。右手の上に、2番目王様、ラスの王様が立っています。中級世紀に作ったビリーナ像です。最大理石で作った建物です。昔、ハンガリーにも大理石がありました。けれども、今、ハンガリーに大理石がありません。シュトゥという地、ハンガリーに住んでいるハンガリー人の数は1000万人です。けれども外国に住んでいるハンガリー人の数は500万人ぐらいです。向こう側にスロバキアの町にも今でもたくさんのハンガリー人が住んでいます。昔、第一次世界大戦前に向こう側もハンガリーの町でした。その時に町の名前はバルカンでした。あと第一次世界大戦後、スロバキアの町となりました。現在の名前はシュトロボです。シュトロボ。ロシア軍隊は東の方から来ました。ロシア軍隊のストップのために、ドーナウ川の橋は全部爆破されました。お金が少なかった、ですから、3年の前にだけこの橋は再び復興されました。橋の名前はバメリア橋です。あと左手の方にこの大きい建物はハンガリーの枢機卿の宮殿です。枢機卿の、絵画の展示会はとても綺麗です。国の2番目大きい、2番目有名な博物館です。中世時代の、少々はここにとても綺麗です。パスポートコントロールはこの橋の向こう側です。これはここにドーナウ川の真ん中は国境です。ハンガリーそしてスロバキアの間にある国境です。今この町の人口は3万人ぐらいだけです。町の一番重要な工場は鈴木自動車です。ですからたくさんの日本人もこの町に住んでいます。そして向こうからもたくさんのハンガリー人は鈴木工場の方に毎日仕事のためにここへ来ます。こっちでしょ、私左じゃないかな。え、左だよね。あの茶色がかってたもんね。だからあれ、私こっち取ったかな。カトリック教会の鐘か。あ、たくさんある。これが、なんかあれみたい。トルコとの戦いの象徴として作った像です。この町、そしてこのお城も16世紀にトルコ軍隊によって破壊されました。枢機卿のワインサレーはこの大きい建物でした。今でもこの建物は教会所有建物ですけれども、今その中にレストランがあります。ここからも大きい教会のドームがよく見えます。ドームの上に見えている十字架の高さは7メートルです。7メートル。あと、ここに再びバスに乗ってください。